コロナ禍の状況を逆手にとって楽しもうというサービスが登場しました。新型コロナ対策として日常生活に欠かせないものとなったマスク。どうせ毎日つけるならコーディネートの一部として楽しんでほしいと、自分に似合うマスクを選ぶことができる展示会が明日から開催されます。会場には3000点を超える個性的なハンドメイドマスクやケース、アクセサリーなどがずらり。マスクは1つ1000円から2000円ほどで購入することができ、マスクと色や素材を合わせた小物とセットで購入することも可能です。さらにこんなサービスも。会場では自分の服装や好みに合わせたマスクを選んでもらうことができるんです。それでは早速選んでもらいます。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、マスクを選んでくれるのはこれまで100万点以上のマスクをチェックし、マスクコーデを企画提案してきたスペシャリストです。今日は白のネイルだったりとか青いトップスがすごく綺麗で爽やかな印象なので、一番似合うかなと思うのはこちらのマスクが一番おすすめかなと思います。今の服装でもとても似合うと思うのと、あとは少しピンク色が入っていたりとか他のお洋服と合わせるときも合わせやすいと思うので。またあさっての土曜日限定で会場で見つけたお気に入りのマスクにイニシャルの刺繍をしたりワッペンをつけてより自分らしくカスタマイズできるコーナーもできるということです。生活必需品になったマスクだからこそ毎日マスク選びが楽しくなるようなそんな風になったらいいなと思っていまして、すごく個性とデザインあふれているものがたくさんあるのでマスク選びを楽しんでいただきたいなと思っています。このイベントの入場料は無料で明日からの3日間限定で行われます。一方、こちらのホテルではこんな画期的なサービスが。こちら赤坂にあるホテルなんですが、家具もおしゃれで部屋も広々としています。こちらのホテルで新たに楽しめるサービスがこちら。壁一面に落書きがし放題なんです。ホテルに宿泊するとその部屋の壁ならどこでも落書きができてしまうんです。部屋にはペンキやスプレー、さらにクレヨンなど落書きグッズが用意されていて持ち込みも可能です。9月22日で閉館するので、コロナの中でも楽しんでいただけるような、お部屋のプランというのを考えて皆さんに使っていただければと思って販売しました。期間はホテルが閉館する今月22日まで。一度落書きされた部屋は宿泊できなくなるため早い者勝ちです。お出かけとかもできずになかなか、溜まってるものがあるかと思いますので発散をしていただければと思います。料金は一部屋あたり1泊1万4000円からで、真っ白な壁のキャンパスでコロナストレスを発散させましょう。